여러분안녕하세요大阪韓国文化院とお届けしておりますオンライン韓国料理教室おうちで楽しむ韓国料理今日は4回目でございます。先生自己紹介。講師のひまなです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして私は司会進行アシスタントを務めさせていただきます稲川由紀です。よろしくお願いします。楽しみですね。今日4回目ですけれども、何を作るんでしょうか。タッカンジョンになります。タッカンジョン、楽しみにしてました。待ってました大好物でございますよ本当にね。チキンにこういろいろ甘辛くソースを絡めたような料理ということなんですけれども、日本ではですねヤンニョムチキンっていうのを、ね、皆さんよくご存知かなと思うんですが、それがとても有名ですね。タッカンジョンとは何が違うんでしょうか。ヤンニョムチキンの場合は、揚げたチキンに、ソースを絡めるという感じになりますけど、タッカンジョンの場合は、韓国伝統的な甘さという砂糖代わりのなんかジョチョンか、なんか水飴を強火にこうなんか炒めるという感じになります。あ、じゃあちょっと甘めのね、甘みが効いたような料理で、ちょっとパサッとしたね食感が楽しめる料理ということで、とても楽しみですね。じゃあ今日も頑張って作っていきましょう。ファイティン。ファイティン。はい、では早速作っていきたいと思いますけれども、まず最初は何をすればいいんでしょうか。まずは高級豚存じ上げすみたいな。もうメインのチキンにいきなり入るわけですね。タカンジョン같은경우는チキン처럼그렇게크게안해도되니까사이즈는한입먹기좋은걸로잘라보겠습니다。一口サイズに切っていくということですね。はい、これを半分に最初に切って、なんか結構難しいですね。力が。あ、結構グッとこう体重をかけるぐらいの체중근을실어서너무크면또아무래도튀길때시간이많이걸리니까아そうですね시간절약하는데도너무크지않는게좋을것같아요大きいと、ね、揚げ時間がかかってしまうので이렇게하겠습니다はい、なんとかチキンが切り終わりました。では次は저고기를자른다음에이제밑간할거거든요はい볼을준비해주시고이렇게카드한거下味をつけていきますね。물한컵。あ、お水と小麦粉と。はい。で、술두큰술。あ、なるほど。で、넣어주시고、저는이번에카레가루를넣겠습니다。え？ちょっと待ってください。カレー？カレーですか？カレー、강한가루。カレー入れるんですね。カレーの香りがしますね。確かに。で、이렇게하면튀긴것만으로도후라이드처럼맛있게드실수있어요사실은。이렇게된거에다가。カレーチキン。ここに入れていく。お、大胆ですね。ガバッと入れていく感じですね。はい。あ、これは。30分정도숙성시켜놓으시면됩니다。근데사실은30분이렇게해놓으면너무귀찮잖아요길고。確かに。그런경우에는그냥바로하셔도사실은상관없어요。신선한고기일경우에。なるほど。그렇게저는바쁠때는그냥하기도합니다。이렇게먼저밑간에30분이렇게둔다음에옷을입혀야되거든요튀기려면衣をつける。네、옷을입힌다。네、옷을입힌다고표현합니다。이제그러면먼저그필요한게일본에쓰는카타쿠리코카타쿠리코네한컵을쓰겠습니다그리고그볼에다가이렇게버무려도되긴하는데그맛있게보이는방법은아무래도지난번에한것처럼비닐에넣어서하는게가장편하고뭔가준비했습니다覚えがありますねこれ비닐두개를2つ、はい、ゆきしこらんけこらんこれ僕のだったんですね。なんか2つあるなと思ってたんですけど、はい、여기서適量、適量をビニール袋に入れていきます。その後チキンをまさか半熟で다안넣으셔도됩니다。で、お肉だけを入れていくんですね。だ、はい。空気、空気を넣는게중요한데あ、空気を入れるんですね。逆むしろ。はい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 。これでは、これで振るんだ。なんかこの料理教室で私はシャカシャカ専門みたいな。これが水分を吸い取って、このヌルヌルがね、だいぶ飛びましたね。はい。
片栗粉に吸い取られましたね。はいはい、なりました。ゴルゴル見せずに、덩어리가약간더있어요。이렇게되면그튀겼을때되게맛있어요。ダマが逆に美味しいってことね。맛있어보이는。で、이렇게된거를이제僕の方がちょっとダマダダマダマになってますね。やっぱり同じようにやってるつもりなんですけどね。はい、じゃあ。片栗粉量같은경우에는너무신경쓰지마시고좀아수분이많은것같으면더좀더해주시면됩니다이제준비가되었으면이제기름을준비해서할건데요이제그기름같은경우는170도의열에서튀기면되겠습니다오지で分からない人もいると思うんですけど알수있는게젓가락을넣어보면되거든요아오하시で分かるんですか네그렇죠이런데서이렇게좀묻어있긴하지만했을때기포가바로생기죠기포가생기면이제딱넣을수그냥딱넣어도좋은정도가되겠습니다네이제부터튀겨볼게요はい아이이音맛있게いいですね。もう揚げ物の楽しさはここですね。この瞬間のこのビジュアルと音と、いやいい泡が出てます。いやこれ美味しそう、どれぐらいの目安で揚げればいいんでしょうか。完成でいい感じ。はい、そこまで揚げるということですね。じゃあ期待しますね。はい、楽しみですね。で、今日같은경우는그モモ肉を썼는데、はい、그가슴살이라든지ああ、ちょっと健康に気を使ってらっしゃる方なんかは、기름기가없는게좋겠다라고싶으신분들은가슴살쓰시면됩니다。ああ、なるほど。揚げ物はね、どの部位であれ揚げたらとりあえず美味しいですから。はい、好きな部位でやってください。先生はどの部位が好きなんですか？저는モモ肉。ああ、モモ肉。美味しいですよ。やっぱりね、プリプリ。ジューシーもね、このももでね、大自然をこの鳥が大自然、ね、駆け巡っていたかと思うと元気が出る感じがします。本当に食べてて、あ、はい、楽しい。あ、いい音ですね。ますますいい音ではしてきましたね。어정도익으면이렇게밑에가라앉던게올라오잖아요튀김같은경우는그갈색까지가지않고먼저튀겨서한번식힌다음에다시또한번튀기거든요그러면더바삭하게튀기시는데우리는첫번째첫까지잘익게하고갈색으로튀겨보겠습니다なるほど、わかりました。今日はたかんじですね。ただの唐揚げじゃないので、ただの唐揚げだったらこれで終わりですけど、またありますもんね、この後。그중에소스를만들어서소스네作らなきゃいけないという過程がありますけれども。근데닭강정도보면되게맛이여러가지가있어요。そうですね。저희그서울단골집昔韓国に住んでた頃よく行ってましたね。マンオンシジャンのね。네줄서서먹어야되는そうなんです。거기서는네종류가있었거든요。그래서그냥아주매운맛한국사람들이좋아하는매운맛이랑그리고중간매운맛또간장맛이랑그리고아이들이좋아할만한프루츠みたいな네과일이들어있는프루츠味가맞았다네이거보면이제약간갈색이이렇게아하이보이면이제건지면될것같아요아뭐이いですか네네자揚げてみましょう。このままなんかお弁当に詰めたいですね。そのまま持っていきたい感じしますけど。これ、いつ新動画で、次回할건데、그동안한번、맛이어떤가、너무뜨거우니까지금은안되고。味見。그렇죠。맛있게됐는지안됐는지、잘익었는지안この 番組で一番楽しみなのがその味見でございます。味見のためにここに来ているようなもんです、私は。大丈夫ですかね。一回食べてみましょうか。じゃあ。どうやって食べればいいですかね。このお箸でいただきますよ、はい、口つけずにいただきますよ。アホイアホイまだアホだちょっとまだ熱い。おうん、맛은어때요。カレーチキン、カレーカルー넣으면아무래도그고기특유의그잡내를없애주기도하니까아そうかそう、네、これが臭みも取って後でね、닭간장にした時の隠し味的な役割もする、네、その感じですね。어차피양념소스를하긴하지만그래도어느정도는간이약간들어있는게더맛을더아오이시네
チキンってのはこの揚げたてが美味しいんですけど、本当に揚げたては危ないですから皆さん気をつけてください。はい、チキンが出来上がりました。さあいただきますとはいかないんですね今日はね。そうなんですよ、このままだとただのねくにゃんチキンですから、ここから多感情にしていくということで、では始めましょう。いろんな材料があるね。はい、で、グリラ、あー、お砂糖、그리고참기름을소스를먼저끓인다음에마지막에넣을게요このタイミングではまだごま油は入らないそうですね。はい。그리고이렇게고춧가루를넣을경우에는고춧가루가이렇게얼마나건조되느냐에따라서사실수분을흡수하는양이또달라지거든요여분의물을조금준비해주는게좋을것같아요물을조금더넣을게요粉가한스푼정도그렇죠네네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 그리고이렇게소스가완전히이렇게버무리졌는지알수있는건이게기포를보면되거든요지금같은경우에는아주큰기포가생겼잖아요근데이기포가점점작아질거예요아주이거사이즈より점점작아져가는거겠죠네이거는물을넣는水分というか水気というか水気というか目安はどんな感じですか이정도あ、ポタポタっとすくって落ちる感じ。이시점에서지금저는참기름을넣을게요。このタイミングで入れるわけですね。はい。皆さんこのタイミングでごま油を入れてください。이렇게넣어이제다저어준다음에。あ、이제ちょっとの量でもしますね、香りごま油の。이제다あ入っていきます。豪快に。넣겠습니다。豪快にチキンが入ります。でこれを。混ぜる。さっきね、カレーで黄色になってたチキンにどんどん赤いペーストが絡んでいきます。はい、ヤンニョムの方がね、出来上がりました。早速食べたいところなんですけれども、あと一種類今日はあります。何ですか？지금부터만들거는마늘간장소스를만들어보겠습니다。간장、간장、공장、공장、공장。네、떡이랑파인애플넣은。ね、お醤油風味、パイナップル、どんな味になるのか楽しみですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあ、まずマヌルを볶아볼게요。参議部を볶겠습니다。はい、今回はごま油が早い段階で。で、기름대신에参議部を。さっきはね、後で入れましたけれども、今回は最初に。で、それでスライスしたニンニクを炒めていくという形になりますね。ニンニクもですね、先ほどはちょっと。すりつぶしたやつ使ってます。ヤンニョムチキンですので、간마늘을써서꼭이번에는스라이스한스라이스아무래도그양념소스같은경우는맛이지나니까굳이그렇게까지안넣어도되는데간장같은경우는마늘의향도내고싶어서噛んだ時にねサクッとなった時に口の中にニンニク独特の香りがね立ち上がり立ち上りますので。그럼이제넣어야돼요양념이제물을먼저넣을게요そしてここで간장、간장、お醤油。お醤油はどんなお醤油でもいいんですか？보통가정에있는はい。あ、お家のものでも構わない。日本のお醤油でも全然構わないですね。はい。설탕。はい。그리고물엿。ね、先ほども登場しました水飴。그리고식초。おお、お酢ですね。お酢が入るんですね。これは。これを넣어주신다음에、이제골고리양념배도로。なるほど。甘いの、しょっぱいの、酸っぱいの、いろんな味が入ってますね。설탕이랑그물엿이다이렇게녹을때까지。그리고아까처럼기포가어느정도생길때까지기다려줍니다。あ、これもやっぱりいい香りがしますね。ニンニクが効いてますね、やっぱり。ニンニクの香りが少しします。いつでも、떡을맞아볼게요。ここでお餅が入ります、今回は。はははで、中部で、そう、いろいろ。はい。日本のお餅だと、ちょっと、どうですか？똑같은떡이긴한데그식감이아마좀달라서そうですね。저는가능하면한국떡을권장하긴하는데없으시면그냥일본떡을하셔도되는데대신에그충분히말랑한상태로넣어주셔야됩니다아、네、なるほど이렇게해보세요먼저はい한번약간아좀더味見を
かな。あ、複雑な味がする。さっきいろいろ入れた全部味します。全部の味がしますね。あ、美味しい美味しい、うん、やっぱりしょっぱかったり酸っぱかったり甘かったり、本当にいろんな味が、ハーモニーが口の中でします。はい、じゃあこういうことで、アメリカでおパイナップルですね。ここでパイナップル、はい、だから마지막에약간센불로で、이렇게、はい、食欲をそそる香り。あ、これで出来上がり。あ、できました、できました。さあ、では양념간장だね。で、이제이렇게만하지말고、はい、이제그릇을담을때또먹는방법들이있으니까、はい、이것만하지말고위에다가견과류를계속뿌리면上にナッツ、네、ナッツをかけてみる、네、あ、それもいいかもしれませんね。ではここからサイドメニューの、ね、に入っていきたいと思うんですけど、何を作るんですかね。チキンムールを作るんですよ。はい、닭강정이나뭐이렇게양념チキン같은게같이꼭、ね、먹어야되는。いや、もう本当にね、欠かすことのできない。ね、まあ、チキンといえば無大根。もうこれはつきものですから。사실그거먹으려고치킨을먹는사람도있습니다。はい、私は逆ですけどね。私は本当にチキンの方が食べたい人ですけれども。じゃあ早速作ってください。껍질을벗긴물을먹기좋은사이즈로잘라주시면됩니다。で、이렇게물은준비되었습니다。はい、できました。일단은さあ、この後は容器へ미리넣어줄게요。じゃあ、넣어주시면、ここに入れる、네、大根。で、ゆき씨가이렇게、うん、물을넣어주시는동안에저는、はい、배합초를만들겠습니다。はい、배합초는물과식초그리고설탕이이렇게들어가는데요。그러니까、はい、배합이중요한데이렇게비율을보면설탕1이면물2그리고식초1을넣으시면됩니다。なるほど、比率が大事だということですね。はい。こぼれちゃう。물、다음설탕。はい、順番に入れていきます。それで。沸騰するまでやるんですか。ね、그냥설탕이녹을때까지。ああ、お砂糖が溶けるまでですね。はい、그리고약간의소금을준비해주겠습니다。그소금같은경우는그그러니까1분의1티스푼넣으면되는데이거짠걸안좋아하시는분들은그냥3분의2작은큰술넣으시면됩니다。まあお好みに合わせてこの塩の量は加減してください、네、저는소금을3분의、はい、이작은스푼、はい、넣었습니다。그리고설탕도그흰설탕이있고노란설탕이있고뭐키비사토이런게있는데요흰설탕을써주시면좋습니다。어白いもう制約されたお砂糖がいいってことですね。네、그렇죠。맛이좀다르기도하고、はい、특히이렇게배합초를만들경우에그노란설탕을쓰시면쓴맛이많이나거든요。그래서흰설탕을가능하면쓰시면좋을것같습니다。なるほど。이제끓어오르면완전히煮立ちましたね。はい、これでいいですか。はい、切って。で、그리고배합초이렇게만들때는그식혀서넣는것이아니라바로뜨거운채로넣는게중요합니다。あ、そうなんですね。네、약간반익힌다는느낌으로넣으시면되거든요。なるほど、なるほど。そのまま、네、熱い状態のものを入れると、네、それが大事なんですね。네、なるほど、よく考えられてますね。네、이렇게만들어서그상온에하루정도두신다음에냉장고에보관하시면됩니다。아いよいよ試食です皆さん、ね、出来上がりました。もうさっきから作ってる間からね、食べたくて食べたくてしょうがなかったんですけども、いよいよ食べることができますね。さあ、早速食べていきたいと思います。こちらに持ってみましたけれどもね、こちらがヤンニョム、それからカンジャン、ね、タッカンジャン、まずはね、ちょっと味の濃いところからいきましょうかね。いってみます。メッコムダイコンソースヤンニョム。あ、本当にメッコムダイコン、ね、辛い辛い。あ、ピリ辛ピリ辛、うん、あ、でもいいですよ。あ、カレーがちょっと効いてるんですかね。本当に下味程度ですけれども、少し
あ、これやっぱりカレー使ったら良かったですね。이정도면일본분들도만쉽게드실수있을까요十分十分、さあ次にこのね、간장、豆간장ソース、はい、ちょっと食べてみたいと思います。あ、こちらはですね、先ほどと打って変わって甘みがきますね。甘みが効いてますね、本当に。これ交互に食べたいですね。無限にこうリピートしながら食べられる。마늘향은좀어떤가요？ちょうどいい感じ。それから、口の中が脂っこくなってしまったので、先ほどのね、こちらは玉ねぎだったり、先ほどのムーだったりいろいろありますけれども、양파같은경우는혈액도玉ねぎから、サラサラ、あ、さっぱりさっぱり、本当にこれでね、これ食べることによってリセットされますから、また新たに食べることができる。永遠にこのトライアングルを繰り返していきますね。チキンのが있어서더이거맛있게먹을수있는、食べてるとね、本当に韓国の市場で食べてるような感じがしますね。皆さんもぜひ、お家で作って韓国に行ったつもりになってみてください。はい、ということで今日はタカンジョに挑戦いたしました。次回もね、お家で楽しむ韓国料理、美味しい料理を準備しておりますので、皆さんお待ちください。じゃあ次回まで、여러분안녕히계세요。안녕히계세요。